ララポート湘南平塚は神奈川県平塚市にある大型商業施設。生産を終了した日産車体湘南第一工場の跡地を三井不動産が地区計画の手法である天沼地区と地区各整理事業の施行によってララ、シティ、湘南平塚として開発した。本施設は開発地区において分譲マンション、パークホームズララ湘南平塚、 建て住宅地区、ファインコートララ湘南平塚、並びに、再生会湘南平塚病院などと共に整備された、商業施設である、2016年10月6日開業した、施設には3階にコミュニティスペースとして、湘南ツリーハウスを設置した。また、地元を本拠とする、サッカープロチーム、湘南ベルマーレと、オフィシャルクラブパートナー契約を締結し、 その一環として屋上に設けたフットサルコートでは同クラブに所属する選手も参加するサッカー教室も開催しているほかベルマーレ直営の新旧接骨院もテナントとして開院している加えて平塚とゆかりの深い日産自動車が日産サティオ湘南を通じ初めてのテナント院型の販売店であるララポート湘南平塚店を開設している本施設の開業と同時に 神奈川中央交通が平塚駅と本施設を循環して結ぶバスの新規路線を開設した。このほか三井不動産が平塚市から本施設に面する市道と近接する二つの公園の命名権を取得。それぞれの愛称がララポート湘南平塚通り、ララポート青空公園、ララポートスコヤカ公園と決まり使用されている。ララポート湘南平塚北東側。 ララポート湘南平塚空の広場、ララポート湘南平塚光の広場などが出展している。ララポート湘南平塚光の広場、中央南もより愛しありがとうございます。